はい、皆さんこんにちは。レクセン2講師の赤木です。それでは令和3年予備試験分析会商法民事訴訟法を始めさせていただきたいと思います。お手元にレジュメがですね2部あるかと思いますので、そのレジュメ使っていきますが、主としてですね問題とそれから、回答例ですかね、それが載ってあるレジュメ、これを見ながらね、やっていきたいなとは思います。一応現場で私が解いたとしたらどんな思考過程をたどるかというね、初見での頭の使い方、そういったところを中心にねお話をしていきますし、それからここまでいけたらいいんじゃないかというラインですよね。それもちょっとお話をしていきたいとは思っております。はい、早速ですが商法民事訴訟法どちらも今年の問題は現場思考が求められるね、結構難問に近い問題だったかなというふうに思います。現場思考の問題ではあるんですけれども、やはりどちらにしてもですね基本的なところで、誰もが取れるところで落としちゃいかんと、でそれがあっての現場思考での加点と、いうふうな感じのね、その分析をしていただけるといいんじゃないかなとは思います。はい、まずは絶対落としちゃいけない基本どこかね、それから現場思考のところはどこかってね、そのあたりをお話をしていきたいと思います。はい、まずは問いの1ですけれども、後者に対して本件代金請求するために落者の立場で考えられる主張とその逃避というね、そういう問いになっております。商法ですけれども落者の立場での、請求のための、主張と逃避ですので、訴訟物と請求原因ですね、これをまずはしっかりと検討するというところが出発点になるでしょう。そこでまずね、しっかりとかけていればおおむねですね、合格ライン見えてくるんじゃないかとは思います。はい、問いの2、これも先に確認すると、退職慰労金なんでしょうかね、本件慰労金の返還請求の根拠と内容というふうに書いてあります。一応慰労金の返還請求ですので、これは払ったもの返せですので民法703じゃないかなというふうにまずはね考えてもらっていいと思いますね。払ったもの返せですので不当利得返還請求だろう。で、その中身として慰労金、退職慰労金でしょうから会社法でいくと361ですね、これ絡みの問題だろうと。でかつ問いの中身は B の立場での考える主張とその逃避ですよね。後者が返還請求して B、被告側です、被告の反論とその逃避ということで、一応否認か抗弁かというね、こういう感じになるかとは思いますが、被告の、反論これをメインでね、書いていきましょうと、こういう内容になっています。はい、一応まずは問いの2味でね、民法703だろう、それから361使うだろうというね、この2つはもう真っ先にね思いつきたいところであるかと思います。はい、さあ問いの1、事実関係の整理をね、していきたいと思いますが、はい、初見での頭の使い方ですね、これを見せていきたいと思います。はい、後者これがあるよ。で、医療機器の販売とかをやってる。で、そこの公開か非公開かというところでいくと非公開会社ですね、譲渡制限があるよということが書いてあります。で、全株についてもともとは A が全株ですね、これを持っていたと、こういう状態ですかね。で、創業以来の社長ということであったが経営から退いたというね、これが昨年です。はい、ということで、一応もともと代表 A なんですけれども昨年代表交代ということですね。で、新たに引き抜いてきた B、 これが社長になっていると、こういうことがわかります。で、その際に100株ずつですね、これを適法に譲渡しているということになっています。はい、でさらにその後、創業者 一族でよくありがちではありますけれどもね、株主総会開かれたことはなく A の指名でずっとやってきた。で、役員報酬とかも内規をもとに A の指示でというね、そういう感じで書いてあります。もともと A が1000株全株持ってますんでね、なので A の指示でイコール株主の了承のもとでということになりますんで、実質的には361に反する状態とは言えないというふうに評価してもらっていいと思います。一応全株ですね、 A が持っていた、その状況で払ってきたということですので、その、過去に払ってきたもの自体はこれ特に問題なさそうですが、さあここからですね、はい、もともと株主総会ですね、なし、もともと株主総会ですね、開いたことがなかったぞっちゅうね、そういう事実が、一応本件での一番の特徴としてね上がってくるところかとは思います。はい、その後2番、定款で10年の役員の任期、これ一般的な任期ですね。で、代取りについては株主総会でも決めれるよというね、そういう定めがあります。で、さらに役員報酬は定款に定めなし。で、取締役としては現状こうなっていると CDE ですかね、これも追って4人の体制でやっていると、こういう感じになっております。さあ3番、はい、医療機器の販売をやっていたけれども、次期社長を自負する C ですね、これが家庭用もやるべきということで対立きました。内紛ですね、現社長と次期社長みたいなね、その人たちの争い、これが出てきています。で、A としてはやはり
C 位に継がせたいと、まあ、息子大事みたいな、そんな感じなんでしょうかね。で、同等の権限を与えるべきだというふうなこともあったということで、どうしたかというと、4番 C が B らの承諾を得ることなく代取副社長、これを名乗り出したと。はい、了承なしです。で、副社長という文言に反応してください。副社長という言葉は会社法上ここでしか出てきません。354なので、この問題、あ、354来るかもなという意識がね、ここで出てくると早くなるでしょうね。で、さらにその後、A の了承を得た上で株主総会議事録ですか、これを作成して C を代取に追加する旨の登記申請をしということで、登記上代取になっているということで、登記ありますんで908の問題ですね。これも同時にこの時点であるんじゃないかというフラグが立っていると、こう思ってください。はい、で、しかもですけれども、今回4番のところね、本来やったら代取に選任するには株主総会決議開かなきゃいけないですね。株主総会ね、開いて決議を取らなきゃいけないんですが、あ、という感じですね。登記はあるんだけれども株主総会なしですね。だからこれはまずい状態ですね。で、役員ではある、もともと役員であるけれども代取に選定したという事実ですね、ここはないというね、そういうことになっていきます。はい、株主総会決議ですね、これはないぞというね、こういう前提で見ていくことになります。はい、その上で下ですね、見ていきますと、5番、この7課で C は落ち者から基本取引契約で2000万の売買ですね、これをしたという感じになっております。で、その際ですけども、代取副社長氏ですね、これが、はい、一応動いているよと、まあ、こんなお話になっております。いいでしょうか。はい、ということで、まあ、それをまあ前提として見ていくぞというね、そういう感じになってきますけれども、はい、落ち者から後者に請求来たけども拒んでるということで、まあ、落ち者からするとまずどういうふうなね、主張していくかということを考えていくことになりますね。はい、落ちとしてはまずはこれ、ね、代取副社長 C と名乗る人がやっています。まあ、オツとしてはまずは信頼してたのは有権代表というふうに信じていたわけですけれども、もうこれも問い主の検討入ってます。問い主ですね、有権代表で行きたいけれどもここは無理ですね、なぜならば代取選任決議なしです。はい、決議不存在と、はい、決議自体がないですね、事実としてね、総会開かれた事実もなければね、議事録が作られているだけですので、これはもう決議不存在ということで、有権代表の主張は無理だよというところはまずはしっかりとね、書いておいた方がいいかなと思います。じゃあということで次のお話ですね、やはりまあここは代表と認められる名称を使っていますんで、354の表権代取の検討に入るということになってくるでしょう。まあ、条文ね、ここで確認いただいていいだろうと思います。まあ、条文番号を覚えておいた方がいいかなというね、超重要条文ではありますんで、条文番号はね、もちろんパッと出てきてほしいんですが、まあ、条文見るというね、そのプロセスは省略しない方がいいと思います。はい、で、今回354株式会社、代取以外の取締役に社長副社長その他代表権限有するものと認められる名称を付した場合というね、書いてあります。はい、名称そのものはありますね。代取以外の取締役ですね、 C はね。で、そこに副社長という代表有するかのような名称、これは外観としてあると。で、問題は伏したですよね、ここです。ここ、他の代取等は知らないんですよね、他の役員は知らないと。はい、で、しかもここの、副社長のところの事実関係を見るとね、4番もう一度見ると A の意向を知ったし、他の取締役の承諾を得ることなく自ら名乗って交渉なので、要は他の役員とは知らないし、別に A の了承が明確にあったわけでもないというね、そういう状態ではあるわけですよね。そういう意味ではここ会社側が伏したというふうに言っていいかどうかというところですよね。ここがちょっと
引っかかるところと。で、ここの趣旨はというと、会社側の奇跡性ですよね。なので、その奇跡性を基礎づけるだけの事実ですね。これがあると言えるかどうかと。ということで、まあ、ここのところが悩ましいところなのかなというね、感じではありますね。ここは何とも言えないところではあります。奇跡性が、ね、基礎付けられるかどうかというところでいくと、何とも言えない、いうところではあります。で、少なくとも会社側が伏したという文言に当たらないんでね、直接の敵は難しいかなというふうに考えてもらってもいいと思います。で、ここからまあ、類推に行くかどうかですね。何らかの会社側の奇跡性が認められれば類推することは可能であるというふうな形で話をね、ちょっとこう展開していって、まあここから現場思考に完全になってきますね。伏したというふうなところは、これは明確にはちょっとこうないんでね、類推で何とか奇跡性的なものがあれば、これはいけるんじゃないかと、まあ、いうことで、はい、B。他の取締役。監視。不十分じゃないという意味でのまあ奇跡性があるかなという感じでしょうかね。監視不十分。はい。副社長と名乗ってやってることについてですよ。ちょっと監視が不十分じゃないのか。ね、2000万もの契約をいきなりやってるわけですけどもね。そこのところに対してもね、なんでこんな、ものかと。で、これ、商品供給したって書いてありますかね、5番のところね。商品供給があったわけですので、商品届いてるはずでね、なんか変だぞとかこう気づいてもいいんじゃないかという気がするんですけれども、そういう意味でもまあ会社側がですね、何らの監視も怠っていたということであれば、これは奇跡性としてまあ類推する余地はゼロではないかなという感じはしていきます。はい。ただし、もう一個要件ですね。善意無重過失というのがいりますね。はい。重過失は悪意と同視するということで、はい、今回のところの B に善意であることは間違いないでしょう。で、無重過失も言えるでしょうね。今回のところ一応はね、大統領副社長という名前を使っているし、登記もあるしというね、こういう状態ではあるので、まあそういう意味ではね、容易に何か気づけたような事情というのはないと思いますね。大取りじゃないということについて容易に気づけたような事情というのはちょっと見当たらないので、重過失もなしと、まあ、いうことで、今回354の類推というのはね、可能なのかなというふうには思っていきますね。はい。ということで、まあ少なくともです、まずは有権代表が無理だよ、決議がないからねというところの説明ね、ここを怠っているとかなりね、ちょっとこう、論点主義に走りすぎというふうになるかなというところで、まあ、ここちゃんと書いておいた方がいいでしょう。で、354の適用ですよね。これまず直接適用できないというね、そこのところまでは一応やっておいた方がいいんじゃないかなと、そこまでが一応の水準だと思います。で、この後のね、類推するかどうかは現場思考の問題ですので、ここはまあ応用で加点自由になるんじゃないかなというふうには思います。あと、まあ善意無重過失であることを必要とする。そこの説明はやっぱり最低限だろうと思いますが、まあ無重過失の当てはめとしてね、容易に気づけたような事情はないとかね、そういう書き方できているとより説得力が上がりますんで、プラスアルファという感じになるのかなとは思います。はい。あとやっぱ登記があるんで、908、これもなんか使いたいですね。908、登記の事情もありますんで、ここ354以外に、まあ次の請求原因ですね、次の請求原因として908の今回、まあ不実の事項の登記ということで2個、これを使っていきたいところでありますけれども、登記したもの後者に当たるかどうかですね。登記したものに後者が当たるかどうかと、ここちょっとよくわかりません。なぜかというと、勝手に C がやってるんでね。この登記についても他の取締役の了承なしね。これ A の了承はあったと。というところでね、会社自体がなんか登記申請したという事情ですね。ここはちょっと見当たりにくいというところはあります。なので、ここもやはり直接は無理ではないかという問題意識は最低限出してください。けども、まあ、A の了承、これは要は 80% 株主の了承ですよね。で、プラス C も当然のことながら分かっていると。プラス 10% ある。から、まあ 90% の株主が分かっている登記申請
ということになりますので、そういう意味で、まあ、一応908条2項におけるですね、類推の基礎といいますか、故意過失による登記申請と並ぶだけの奇跡性ですよね。これはまあ一応考えうるかなというふうには思いますね。はい、ということで、まあ、ここのところで、まあ、類推していくかどうかと。で、ここは、まあ、会社自体が登記申請したという事実に、まあ、匹敵するだけの事情があるんでね、ここは肯定してもいいんじゃないかなとは思います。はい、ということで、まあ、354908ですね、そこの要件件というのがまずは最低限ですね。で、その中で直接適用難しいんじゃないかというその問題意識ですね、それを出すことによって加点がどんどん望めるかなという感じでしょうか。はい、ということで、まあ、丁寧に条文に当てはめをするというね、そういうところでもありますけれども、ちゃんとこうね、しっかりと条文を拾って当てはめするというね、そこを大事にしてもらえたらいいんじゃないかなと思います。はい、問いの2番入っていきましょうかね。問いの2番関係に行きたいと思いますが、もう一度ここの技術関係ですね、ここを見ていきますと、はい、6番以下、事実見ていきます。C が B を解釈しようということで、もうこれ適法に解釈しちゃったというね、そういう感じになっております。はい、6番のところですね。解釈しちゃったと。はい、その上で7番 B はもうやめようということで辞任した。で A が申し訳ないと思ってると 80% 株主ね、その A がどうしたかというと、引き抜いた際にちゃんと慰労金払うよという説明があった。でさらに F に対して払ってよとお願いしたところ、 F は払っちゃったというところでありまして、はい、ちょっとここにはもう書きませんけれども、はい、次のところですよね。A80% 持ってる状態の後者、そこで B 辞任したと。でそこでどうしたかというと、慰労金1800万、これを払ったと。はい、その理由としては引き抜いた時説明してると。それから A、 これが支払いを指示したと、まあ、このあたりがね、事実として上がってきてます。はい、そうしたところ A がなくなりまして、1,2,3 としておきましょうかね。相続が起きましたと。でこの C が、いや、やっぱりまずいということで返せというふうに言い出したということでありまして、はい、後者から B に対しての返還請求はもちろん民法703、まあ121-2の現状回復請求で考えてもいいかなという気もするんですけどね、まああまりね、給付利得だから民法121-2でもね、ありかな、無効な行為に基づくね、引き渡し、なんだ、給付と無効行為に基づく給付ね、今回まあ退職慰労金の決議ね、存在しないのに、払っちゃったということで、まあ、民法121-2に使ってもまあいいかなという気はします。はい、どちらでもまあいいだろうと思いますが、ポイントとしてはこれやっぱりね、法律上の原因なしですよね。民121-2で行くのであれば無効行為というのにね、言及していくということになりますが、まあ、説明のしやすさとしては多分こっちの方が説明しやすいと思いますんでね、民法703でいくというふうに、しといていただいていいんじゃないかなという気がしています。で法律上の原因なしとして、後者のまず説明としてはこれ361の定款も決議もなしと。で慰労金361適用と、まあ、このあたりですよね、慰労金については361の適用がある、まあ、報酬の後払い的性格ですよね、そのあたりからあるぞ。で、さらに361条で、ね、支払うためには定款ないしは決議ですね、株主総会決議がいる、まあ、趣旨としてはこれはお手盛り防止というところでありまして、まあ、ここがないよという説明を後者としてはまずはしていくだろうと。はい、ここに対する反論がメインになっていきます。はい、確かに定款と決議もありませんので、これを否認するっちゅうわけにはいきませんね。なんか別の事実をもって抗弁ですね、これを出していかなきゃ仕方がないかなというところではあります。はい、一応事情としてはもうここを使うというのが分かってるんでね、引き抜いた時の説明とか A の指示、まあ、ここの事実をね、なんとか法的評価に
持ち込んでいくという感じになるでしょうね。さあ引き抜いた時そういう説明したと書いてあります。はい、B からするとどう受け取れるかというと、引き抜き時の合意、これがあると。で引き抜き時 A は 100% 株主でプラス代取でしたんでね、これ有効な退職慰労金の支払い約束じゃないのというのがまず1点、 B の側としては言いたくなるよね。あまり法的にどうこうというか、なんか条文に引っ掛けてってね、そこが難しいかもしれませんけれども、そこをまず考えずに素直に生の事実から入ったらこうじゃないかというね、そういうふうな感じですね。合意があるじゃないかというね、そういう感じです。でしかももともと A が 100% 株主で代取であったということからすると、決議ありと同志しうるという法律構成というのが十分考えるかなというところでしょうかね。はい、ということでお手盛り防止で、当時の 100% 株主が了承していたということからすると、でかつまあ内規もあるで、そんな支払いすぎになるような事情というのも存在しないのでね、そういう意味ではまあ決議ありと同志するというね、そういった構成はありうるということになるとは思います。はい、まあ、さらに事情としてちょっと、やっておきたいのは、まあ、80% 有する A、ね、これの了承プラス B 自身も 10% 持っていたということからすると、総会決議を開けば確実に成立していた状況にありますね。なのでもう決議あったものと同志していいんじゃないのという感じでしょうかね。はい、決議ありと同志の事情の追加として 80% 有する A 了承で B も 10% 持ってるぞということは、開催すれば成立するのは確実であるということに当然なっていきますよね。はい、ということで、まあ、そういう意味では決議がありと同志しうる、したがって返還義務はない、まあ、こんな話をね、 AB の側としては主張していくことになるのかなと思います。はい、そういうことで、ここはもう現場思考になってきますんでね、まずはこの事情を使うこと、引き抜き時の合意から A が最終的に了承して支払いをしているというね、そこの2つの事情は絶対使った方がいいでしょうね。ここはもう事実使うかどうかというところでもね、まずは大きな、まあ、占めるかなと思いますが、あとはこれをなんとか法的に評価ですね、合意契約に持ち込むのか、あるいは361の決議ありと同志できるに持ち込むのかね、そこのまあ工夫というのはまあね、もちろん加点自由だろうとは思いますが、最低限ここはまず事実ちゃんと引っ張ることです。ちゃんと事実を拾って、でこれをなんとか決議ありというね、そういう方向に持っていくような事情に、できていればね、十分良好ラインに入っていけるんじゃないかなという感じはします。はい、もちろん前提としてここは落としちゃダメです。本来退職慰労金361で定款総会決議がいるけれども、本件ではそういった定款総会決議という事実は存在しないというね、そこへの言及はまずはこれね、出発点としては書いておいた方がいいですけれども、それを踏まえて B の反論としては、ね、決議ありと同志できる事情があると主張することが考えられる。で以下ね、逃避ということで、まあ、これらの事情を使ってね、決議ありと同志できるよというね、そういうふうな説明を答案上していただいたらいいんじゃないかと思います。はい、ということで、まあ、おおむね項目としてはね、回答例拾えているかなと思いますんでね、大体の流れですね、ほぼ私の思考過程と似てるかなという感じはしますので、まあ、この回答例ね、十分活用いただければいいんじゃないかなというふうには思っております。はい、ということで商法については以上になりますけれども、まあ、まだ民訴法に比べると取りやすかったというね、そういうところはあるのかなという感じがします。まあ、今日のところでね、問題見て、全く手の足も出ないとかね、多分そんな方は少ないかなというふうには思いますけれども、やっぱり条文にちゃんと丁寧に当てはめしていくという姿勢ですよね、そこを大切にしておいてください。応用的な問題でもやっぱりね、ベースになるのは条文への適切な当てはめですね、そこから出発して応用的なところに言及するんだというね、こういう姿勢を持っていただければいいと思います。はい、さあ商法終わりまして、今度民訴法入っていきたいと思いますが、民法の改正絡みですね、改正民法絡みの、まあ、民訴法の問題ついに出たかっていうね、そういう感じであります。はい、こちらの問題もまずは応用的な問題ではあるとはいえどもね、基本的な条文の理解というのが実はベースにあります。基本的な条文についての正しい理解ね、これができていれば、まあ
一定の点数にはね、ちゃんと取り付けるとは思います。さあ、7対3なので、まあ、前半を多めに、時間かけて検討していただいたらいいでしょう。はい、事例と問いの1、問いの2で、問いの方が長いんだ、もう上からいっちゃいますね。はい、X が Y に貸金債権、これを有していたと。で、Y、財産としては土地しかないんじゃないかと。で、土地の登記上は2分の1の共有だということだけれども、X と Y と Z の間で遺産分割があって、Y の単独所有だったんじゃないかという話になりました。はい、ということで、まあ、ここは遺産分割を原因とする登記請求ですね。遺産分割に基づく登記請求権、まあ、これがあるんじゃないかということで、X が代位訴訟を提起したと。はい、これをまず前提にします。はい、登記請求訴訟ですので、動産金銭の引き渡しと違いまして、債務者のもとに移転せよ、こういう話ですよね。これ現金とか動産になってくると X は自己に支払えという直接請求ですね、これをしていくことになっていきますけれども、まあ、今回は登記請求ですので Y の元へというね、こういう主張になります。はい、Y の元へ移転せよですね。まあ、ちょっとざっくり書きますが Y へ登記せよと、こういう主張をしています。で、1番括弧1、 Y の立場としては貸金債権は弁済していると。ちょっとここ1にしましょうかね。1弁済で、他方で登記については移転してほしいと、こういう要望があります。で、この場合に共同訴訟参加ができるかということで、52条参加ですね、この要件検討するということになります。はい、52条の参加の要件、ここは基礎の基礎としてパッと出てくるようにしてください。52条の要件、条文からはね、直接出てきにくいところはありますけれども、まずは第三者との関係でも合意確定の必要性があるというこの文言からして、第三者に判決効が及ぶこと、これがまず要件になります。本来第三者というのはね、規範力の対象外なので、第三者との関係でも合意確定の必要というのは本来ないはずなんですよ。なんだけども第三者の関係でも合意確定がいる、矛盾なき判断がいるというのはどういうことかというと、それは前提として第三者に判決が及ぶからだと、そういう説明になりましてね、ここ要件としては第三者に規範力を及ぶこと、これがまず要件になります。その上でプラス原告として参加するのが52条ですので、原告的格を有すること、これも要件になります。から2つ少なくとも要件があるというふうに思ってください。はい、これが1番括弧1です。はい、まあ、括弧の2、独立した問題なのでもう1回後で見るということで、まずこの検討から始めていきましょうか。はい、とりあえず今回のお話ですけれども、第三者に規範力、つまり今回 Y ですよね、 Y が参加するということなんだけども、Y が参加する上で第三者に規範力及ぶかどうかというところですね。で、この代位訴訟、X が、まあ、原告的格有するのであれば、115条1項2号から Y 及ぶということにはなってくるでしょうね。ただし、原的あればです。なぜっていうと、X に原告的格なければ、請求却下になりますよね。請求却下の時はこれ X は Y の手続き保証を代替することはできませんので、従いまして Y にも判決が及びません。115条1項2号の趣旨というのは手続き保証の代替ですよね、本人がやるべき手続き保証を第三者、これがやれるというね、これが前提になります。で、今回 X に原告的格なければ手続き保証の代替できる立場にないわけですから、従いまして115条1項2号の規範力は及びません。なので、ここ要件としては原告的格あれば及ぶというね、 X にこういう当てはめになるのかなと思います。で、 Y 原告的格あるかということですが、ここは民法の条文出せばいいでしょう。はい、債権者代位がなされても債務者の処分権は失われないというね、これ改正の条文、新しくできた条文そのまんま、
ではありますけれども、まあ、423-5、そこから大処分ね、代されたとしても、原告適格は失われない。ということで、2要件一見すると満たされそうな感じではあるんですけれども、はい、ここのところが悩ましいところですね。Y としてはこう思ってるんですよね。弁済済んでると思ってるわけなので、これイコールどういうことっていうと、X に原的なしと思ってるんですよね。こう思ってるんですよ。つまり X と一緒に共同訴訟追加をしたいとは思ってないですよね。いいでしょうか。共同訴訟参加いうぐらいだから、共同で原告になって訴訟追加をしていこうというのが前提になってるはずなんでね。にもかかわらずこの Y の言い分というのは原告適格を争おうというこういう立場なわけでね、やっぱりここ踏まえても判決項を及ばないというふうに考えた方がいいのかな。 Y の言い分からするとこれは Y には判決項を及ばないというふうになるような訴えですので、従いましてちょっと52条参加はまずいんじゃないというね、そういう感じになるかなと思います。はい、共同訴訟追考が、まあ、これは難しいというね、そういうことで、まあ、ここで、はい、115条1項2項の規範力が及ぶ及ばないというね、そこのところでいくと及ばないと Y の言い分を前提にするとね、従ってこれは参加の要件満たさない、まあ、こんな結論をね、導くことができるかと思います。はい。まあ、今回の場合だけど、Y やったらこれ、独当参加した方がいいんじゃないのと気がしますね。自分のね、その原告適格、固有の原告適格で自分への移転登記請求したいということであれば、まあ、独立当事者参加ですかね。それをするのが、まあ、本来のね、あり方なんじゃないかなと気がします。はい。ということで、1番括弧の1、共同訴訟参加はまずいんじゃないかなというね、そういう結論に私は達しました。はい。ちょっとそこのところで、講習レジュメ出させてもらってますけれども、ちょっと回答例の方ね、判決を及ぶかどうかのところが、言及なしというね、そういう感じになっちゃってまして、判決を及ぶというその要件の検討は結構大事なところなんでね、まずはちょっとそこを、補充するためにレジュメの方ね、今日出させてもらっています。はい、ちょっと誤植があるんでそこだけ訂正させてください。レジュメ、私の、改訂し、私の作った本のレジュメですけれども、91(1)の4行目後半ですね、丸の2で原告適格あることも必要。でここ切っていただいてね、と規範力が参加人に及ぶことと書いてますが、ここ消していただいたらいいと思います。と規範力が参加人に及ぶことっていうね、これすみません、ちょっと順番入れ替えたんでね、消し忘れです。規範力参加人に及ぶというのはこれ丸の字ですでに書いちゃってますんでね、なので、すみません、必要で切ってね、あと文末まで、消しておいてください。はい、それと問いの1括弧の2またね、後ほどやりますけど、ちょっと文言のね、引用すみません、正しく引用できてなかったので、そこのところもちょっと後でまた訂正入れます。はい、とりあえず問いの1(1)以上で終わりね。2要件の検討ではありますけれども、規範力を及ぶ原的あることね、この2つについての検討で、まあ、ちょっと52条参加難しいかなというのが私の感覚です。はい、(2)行きましょうか。今度は遺産分割は頓挫とで、 Y としては登記いらないと、別に登記求める必要はないけども(1)はなしとこう思ってるんですね。でこの時に独当参加ができるかというね、こういう話になっておりますね。独立当事者参加、これができるかどうか、47条参加ですね。で47条の前段の差害防止ではないとは思います。自分の権利が害されるからというそういう参加ではなさそうなんでね、公団の検討というふうに入っていってください。で公団の要件ですね、独当参加の要件ですけれども、ここも必要的共同訴訟の、まあ、条文これを順用していることからすると合意図確定が求められると、矛盾なきというね、それが求められるというところで、まずは訴訟物非料率、この要件がまずいるだろうと。実態法上ね、参加人の立てた訴訟物と元々の原告の訴訟物、これが実態法上非料率である場合、これは当然含むと。この場合に矛盾なき解決というのが求められるのはまあ当然なので、これは必要だよと。で、あと請求の趣旨の非料率、はい、これも47条の要件満たすと
いう場合には入ってくると思います。これプラスというかオアですね、どちらかあればいいよと。独当参加しようと思うと訴訟物肥料率、請求の趣旨肥料率というところがあります。ということで、じゃあ今回 Z さんが、あ、 Y さんか、 Y さんどんな訴訟物立てますかというと、遺産分割はもう頓挫してて登記いらないんでね、登記請求の訴訟物立てることはまずないでしょう。いいですかね、登記せよという訴訟物立てることはないでしょうね。けどもここがありますね、丸一債権なしということからすると債務不存在という訴訟物、これは立てることになると思います。対 X ですね。でこれでもって訴訟物肥料率、請求の趣旨肥料率という要件を満たすかどうかということになっていくでしょうね。はい、一度整理します。はい、X が Z に対して訴えていますが、これは Y から Z への登記請求権と、これが訴訟物になっております。で他方で Y はおそらくですが X に対して債務不存在というのを立てることになりますね。で訴訟物そのものはこれは両立しうるんですよね。 Y の Z に対する登記請求権と債務不存在というのは別にこれ訴訟物同士で相反するというものではないのでね、なのでこれ単体で見ると確かに訴訟物肥料率この要件は満たしません。けどももう少し深掘りすると、 Y としては X の代位権争ってるんですよね。で X の主張は X に代位権ありという、そういう請求の趣旨ですよね。だから請求の趣旨というところで見ると X は自分が代位権があるからということで登記せよと言ってる。それに対して Y はいやあんた原告適格ないだろうと、代位権ないだろうというふうに言っていくわけでね、そういう意味で請求の趣旨同士では非両立というふうに言うことは可能だろうと思います。まあちょっと片面的独立当事者参加というね、そういう形になるかなと思いますけれども、Y の X に対する代位権争ってるという請求の趣旨ですよ、ね、それから Y の Z に対する X の訴えはX に代位権があることを前提にした請求の趣旨ですよと、そういう意味で代位権の損否というね、そこで実態法上両立しない訴訟物同士、請求の趣旨同士だと、いいですかね、代位権の損否ですね、債権者代位権の損否というふうなところでいくと実態法上非両立な請求の趣旨同士だということが言えますんで、ここは473か OK かなというね、感じがします。この請求の趣旨の非両立だという説明で OK なのかなという感じがします。はい、こちらの方で私やったらまあ書くかなという気はしますね。はい、このあたりの、まあ、一応要件検討ですけども、まずは条文の出発、ね、条文の文言から出発してくださいね、いきなりなんかね要件立ててというよりは条文の文言から入っていく。でまずは訴訟物の肥料率、ここを導き出してください。でそれだけじゃなくって合意確定の趣旨から請求の趣旨の肥料率、ここも含むというふうに一応広げていく、まあ、ここまでいければもう良好に近づくかなという、ね、感じでしょう。はい、ただしもちろんね、ここの前提訴訟物肥料率がいるんだぞ実態法上ね、ここかけてないとちょっと一応の水準厳しくなるかなというね、感じがします。47条の基礎中の基礎ね、これになりますんで、訴訟物肥料率は絶対紹介ね、で請求の趣旨肥料率までかけたら なおいいよという感じです。であとはここに的確に当てはめすることですね。この要件に訴訟物同士をちょっと並べてもらってね、訴訟物同士でこれ相反する関係かなとちょっとそれは言いにくいなと、けども請求の趣旨レベルで考えたときには代位権に基づく請求の趣旨と代位権なしという請求の趣旨と捉えられますので、そういう意味でここはまあ請求の趣旨レベルで肥料率だという言い方ですね、これはあるかなというところでしょうか。まあ、このあたりの悩みがね、まあ事実の当てはめのところでね、出せるとなおいいところではあります。さあそんなことで民訴第一問、なかなかの難問です。はい、回答例、すみません、私の方の思考過程ですね、暫定版こちらの方をちょっと開いていただきまして、問いの1括弧の2に関する部分です。すいません、文言の引用がちょっと雑になってまして申し訳ないです、条文見ずにも一気に書き上げてしまったんでね、そのあたりはちょっと、ね、反省ですが、1ページの一番下あたりですが、
91-2行目ですかね、ここの文言のところね、訴訟の目的でちょっと鍵括弧を切っといてください。たる権利という文言を使ってないんでね、訴訟の目的で一旦鍵括弧を切って、でたる権利がその後自己の権利であると主張するになってますが、自己の権利であることを主張するですね、文言に忠実に行くと、自己の権利であることを主張すると。はい、でここの、まあそね文言からすると、自己の権利であるという主張、訴訟物としての披露率、これがまずは必要だけども、ここは本件ではないぞと。なんだけれどもね、請求の趣旨の披露率というところが含まれるはずだ、でそこに本件では当たるんだ、まあ、そんな説明をね、していってるところになります。さあ問いの2やっていきましょうか。はい、問いの2関係ですけれども、1とは異なりということで、また違うことを考えるのかっていうね、そんな感じです。で訴訟継続中、 X から Y に対して訴訟告知がなされたということで、とりあえずまずこの図からいきましょうか。代位に基づく Y への登記請求と、で訴訟告知の条文は実は民法に加わってますよね。訴訟告知をしたけども Y は参加しなかったというね、こういう状況になっています。でこのまま X と Z の間で訴訟が進められ、棄却で確定とこうなっております。その後 Y の債権者である A で土地があるんじゃないかと思ったら、実はこの判決が確定していることを知ったと。でこれが A に及ぶのではないか、こういう疑問を持っています。で本件判決の効力 A に及ぶか、規範力が Y に及ぶか否かの検討を踏まえて答えなさいというね、こんな風になっております。はい、まずは Y に及ぶかどうかというね、ここのところですけれども、 Y に及ぶかどうかのところについては、ここ X に原告適格あれば手続き保障の代替と言えますんで、115条1項2号これによりY には及ぶことになるでしょうね。ここはまずベースとしてはしっかり持っておきましょう。ここを書き漏らしてるとちょっと痛いぞということになりますけども、Y に及ぶかどうかでいくと、これはもう X に手続き保障の代替ですね、その資格があったということになりますので、なので棄却になってるんですね。 X に原告適格なければ却下で終わってますからね、なので棄却になってるということは、これは原告適格があったという判断ですので、従いましてこれは115条1項2号によって Y に規範力がまずは及ぶというところは出発点にしましょう。じゃあそれが A に行くかどうかと、これで行くと、まず文言から出発しといてください。どれにも当たりません。まずは115条のね、どの文言にも当たらないでしょう。ここは否定できないと思いますけど、ここで終わっちゃったら一応の水準ギリギリちょっと下もあるかなってね、そんな感じでちょっと悩みを出してください。はい、なんとか A に及ぶんじゃないかという説明を誰かがしていくはずなんでね、はい、今回誰がしていくでしょうって言ったら、多分 Z がするはずなんですよ。 A が代位訴訟を起こしたら、 Z がいやいや規範力あるからという主張してくるはずなんですね。でこの Z の主張というのをちょっと考えてもらうと、ここは突破口になってくると思います。で Z として見ると、仮にです、Y から訴えられたら、仮に Y から請求されたら、おそらくですが、あんた規範力を及ぶでしょという主張をしてくるはずなんですね。じゃあ A から請求来たら、債権者代における第三債務者の立場です。第三債務者として見たら、債務者に言えることは代位者に全部言えるという条文が民法であるんですね、改正でね。これは多分使ってくると思うんですよ、 Z の立場やとね。債権者が非代位権利行使した時、相手方債務者に対して主張できる抗弁を持って債権者に対抗できるというのがあるので、ここは実態法上の条文ではありますけれども、訴訟上も同じように主張すると考えられると。この趣旨踏まえると、A にも及ぶというふうに考えてもおかしくはないかなと。
応民法の条文をテコにして説明入れるというね、これが一つのやり方ではあるかなとは思います。ただこれだけでちょっとね、やはり規範力の拡張というね、そこの説明からすると若干弱いんで、規範力の拡張の趣旨ですね、そこも言及しておきたいところではありますね。規範力の拡張の趣旨というのは、これまあ手続き保障ですね、ここになりますよね。特に2号での拡張というのは手続き保障の代替、そういったところがあったわけで、Y の手続き保障、これは X によって代替と。で、Z じゃない、A か。A の訴え、仮にしたとすれば、これは Y の手続き保障、これをまた代替しようという、そういうことになるわけですよね。けどすでにその Y は X によっても代替されていると、確定しているということからすると、別途 A に手続き保障の代替を認める必要性はもうないんじゃないかと、まあ、紛争の抜本的解決、一回的解決というね、そこの趣旨も入れてしまえば、ちょっと A のさらに2個目の訴えというのはちょっとこれは問題があるかなと、ちょっとまあ説明としては、反射的に X の手続き保障は反射的にも A にも及ぶというふうにせざるを得ないかなと、はい、ということで結論的には、A に及ぶと、こういう結論でいいかなという気がします。で、これ一回新証試験の方ですね、証試験の平成23年やったかな、この第2問のところでおそらく、この債権者代位権についての手続き保障の代替、反射的に及ぶ云々中ね、その話は一度出ています。なので証試験の方のね、問題検討をしてた方には、この問題は あれの焼き直しだというね、そういう感じでこうね、できたかなと、まあ、反射的に債権者に、他の債権者に及ぶというね、そんな説明をする問題がまあ1個あるんですけれども、まあ、そこがまあ思い出せればなお、思い出せればですかね、その問題検討した経験があれば、なんとかね、この問題も対処できたはずというね、まあ、それやってなくてももちろん今回115条の趣旨からアプローチして、まあ、反射的に及ぶとせざるを得ないかなとかね、民法423-4、これを使いながらね、第債権者に及ぶというふうにするのもありやろうと思いますが、一応これなかなか思いつきにくいと思いますね。全く未知の、ね、状態で臨んだとしたら、ちょっとこうね、民法の方の条文行ったりとか、あるいはこの反射的というね、その説明は少しね、思いつきにくい部分はあるかなというね、気はします。はい、ということで、今回の問題検討については以上という感じではあります。はい、問いの中身、問いのには特に難しいかな、難しいね、初見でなかなかね、全く、こういう系の問題検討したことない方にはね、若干ちょっとこうしんどいところあったかもしれませんが、まあ、まずは115条1項2号をね、そこから出発して、で、そこの趣旨が A に妥当するかどうかというね、この視点でかけてれば、まあ、なんとかなるんじゃないかなというね、気はします。はい、ちょっと回答例の方が少しね、足りないよというところがまあありますので、そこは、今回私の方の出したレジュメの方でね、ちょっと代用していただけるといいかと思います。まあ、回答例までね、ちょっとできてませんが、ほぼね、これを文章化すると、回答例になりますので、今回の、まあ、暫定版ではありますが、試行過程ですね、これはちょっとまたよかったら一読いただければ嬉しいなと思います。はい、ということで、一気に2問検討してまいりましたけれども、商法民事訴訟法ね、どちらもまあ現場施行のなかなか難しい問題でありました。まあ、どこまでできたかなというね、そこの、反省ももちろんではあるんですけども、やっぱりね、大事にしてほしいのは基本的なところから出発するというところですね。条文から出発するというところがまず大事でしょうね。民訴にしてもやっぱり52条の要件、47条の要件、それから民訴の115条1項2号ですね、そこの条文から出発して検討する、まあ、そこがまずはね、大事なところであります。商法、民事訴訟法だからといってね、論点主義になっていいというわけじゃないのでね、これも他の科目も同じですけれども、条文から出発して、でその上で、ちゃんと当てはめをしていって、でその中で問題点に気づいていくというね、そういった形で、対処いただければいいんじゃないかなと。で、場合によってはね、やはりこう他人の視点といいますか、その関係者、当事者の目線ですよね、当事者がこういうことを言いたいんじゃないか、ね、相手方こういう反論したいんじゃないかと
とかね、その当事者の言い分を考えていくというところも突破口にはなっていきますのでね、ここはもう民事系、ね、私の解説何回も聞いたことある方はね、また言うとるわと思うかもしれませんけれども、困った時は条文と当事者というね、そこに立ち返っていただいたらね、ヒントはあるかなというふうには思ってください。はい、ということで、まあ若干ちょっと早めではありますけれどもね、予定したお話というのはまあこの辺りまでになります。まあお疲れのところも、まあ、お暑い中ね、わざわざ今日来ていただいた方もね、いらっしゃいますけれども、まあそういった方もね、ちょっと早めに休憩ということでね、ちょっと、ここで終わりたいなというふうには思っております。最後までご清聴どうもありがとうございました。